あの友達の友達が心霊スポットに5人で行って、次の日1人が右手、1人が左手、1人が右足、1人が左足、怪我してて、でこれやばいってなってお祓い行こうとしたんですけど、最後の1人が連絡が取れなくなっちゃって、そのままお祓いしに行ったら何も言ってないのに、あと1人どこにいるんだって言われて、それの子が一番やばいからすぐ連れて行きなさいって言われたらしいんですけど、もう連絡が取れなくて、子がどうしたんですか？もう今いないんですよ。え？連絡が取れなくなっちゃったんですよ、そのこと。いや、それさらっと言ってるけどかなり怖いね。そうなんです。でもこういうのもあるのかなと思って、絶対言っちゃいけないと思いました。怖い。あと思ったのは、あの鏡？鏡の一番右の子だけがこっち見てたんですけど、私も一回ロケでミラーハウスに行った時に、同じような体験があって、1枚だけこう向こう側にいた相手がおって手を挙げたんですけど、私から見て右側の鏡に映ってる人がこう1秒遅れて手を挙げたんですよ。でその後また定点カメラでも撮ってたんで、見たら実際に鏡が遅れてるんですよ。じゃあ全員確認できた？全員確認できました。